土地西木清高、土地西木清高、土地西木清高、1925年2月20日から1990年1月10日は、東京府南葛飾郡、現、東京都江戸川区出身の元大相撲力士、第44代横綱。本名は、大塚清で、後に、土地、小山守屋の養子となって、中田清となる。1925年に、 ジャノメガサの製造を営む家の次男として生まれる。少年時代から運動神経は抜群で波外れた体力と恵まれた体格を見た近所の八百屋の勧めもあってカスガノ屋の門を叩く。1939年1月場所で初土俵を踏む。四個名の土地二式は師匠カスガノの現役名土地山森なりとその兄弟弟子だった。 大西き宇一郎からつけた。新弟子検査では、直前に白飯と水を腹いっぱいに詰め込み、体重計の上に飛び乗って針を大きく揺らして、通過したというほどの軽量で、周囲の期待は、さほど高くはなかった。ただ、春日のだけは、軽量だから三段目で、さすがに厳しいかと思っていると、ちゃんと相応の相撲を取ると評価していた。これは、有望な弟子たちを次々に、 平役へ取られていく中で、春日野としては土地二式に期待するしかなかった、とも言われている。春日野は死去する直前、土地二式が新十両の頃は、これが唯一の関取経験になると思ったら十両でも通用した。そう思った頃には幕打ちになって、それでも上位には通用しないと思ったら三役、三役は辛いかと思ったら大関になった。大関になって、 もうさすがに横綱は無理だと思ったら横綱になった。こんなことなら土地二式に対して若い頃からもっと稽古をつけるべきだったと後悔まじりに語っている。土地二式は春日野から寝るときはエビのように小さくなって寝ろ。飯を食うときは大きな体で食えという指導を受けたことを自伝の中で明かしている。 ジョニ二段で一度負け越しただけで順調な出世を遂げ、1944年5月場所で重量昇進を果たす。しかし、第二次世界大戦の激化によって徴兵され、1945年8月15日の終戦まで軍隊生活を送る。戦後最初の場所となった1945年11月場所で重量四枚目格で番付に復帰。 当時、福音力士については、番付復帰後一場所は休場しても、地位を据え置く救済措置が取られていたが、これを受けずに、出場、6勝4敗と勝ち越す。翌1946年11月場所は東重量筆頭の地位に進み、相手力士負傷による痛み分けがあって6勝6敗1分、そのままの地位に据え置きかと思われたが、幕内で、 横綱安芸の海はじめ4力士が引退した事情などが幸いし、翌1947年6月場所で新入幕を果たす。入幕時の体重はわずか7 5ラムしかなかった。この場所は4勝6敗と負け越したが、この時はまだ東西制が実施されており、翌場所の陥落を免れた。この後、幕内に定着する。入幕に場所目となる同年。 11月場所では、西前頭16枚目で9勝2敗、10勝1敗で、優勝の横綱羽黒山に次ぐ星を挙げる。三勝制度の始まった場所であり、当人も何かもらえるかと思ったというが、新入幕、西11枚目で、同じ9勝の出輪金に、主君賞が贈られ、土地二式には何もなかった。後に、彼の独占するところとなる。 技能賞を初受賞するのは三場所後、1949年1月場所でのことになる。この1月場所では優勝候補の一人であった大関、佐賀の花に立ち合いで思い切り当たり、とっさに前、ふんどしを引いて右から強烈な出し投げを打って破ったことが評価さ。これが技能賞受賞の理由となった。 1951年1月場所では、全頭2枚目で初日から7連敗したが、その後8連勝して8勝7敗と勝ち越した。翌場所で小結びに復帰すると、以降は三役に定着し、大関、横綱へ駆け上がっていく。1952年5月場所、10勝5敗で8回目の技能賞を獲得、協会から特別表彰を受けた。 同年、9月場所では場所中に高熱を発したが14勝1敗で、初優勝、冠類にくれた。場所後に大関に昇進するが、この時の体重は9 8ラムしかなかった。新大関として迎えた1953年、1月場所は、横綱照国が3日目に、引退、残る横綱大関6人中3人が途中休場という、大荒れの場所だったが、 12日目まで一敗で優勝を、争い終盤3連敗したものの11勝4敗、優勝の大関鏡里、みさと、14勝1敗とともに、上位陣の面目を保った。続く3月場所では14勝1敗で大関として、初優勝、5月場所でも13勝2敗で、全勝の戸ぎ山、やま、14勝1敗で準優勝の、吉羽山に次ぐ3位の星を、その計量から、 短命大関で終わってしまうのではないかと不安視する、声を一掃し、次の横綱候補と目されるようになる。しかしこの直後、巡業先で一晩羽目を外したために体調を崩し、この後の三場所を発症、急勝、急勝,勝と低迷する。師匠からは、一晩の不節生が半年たたると満身を、失席された。1954年五月場所において十四勝一敗の、 好成績を挙げ、大関では2度目、通算3度目の優勝を果たす。この当時は、横綱審議委員会の連続優勝に関する内記が成立しておらず、諮問されたが横綱昇進は見送られた。当時は、東、藤金一、千代の山、正信、鏡里清治、吉羽山淳之助の4、横綱が存在していたため、前例のない後、横綱時代が実現しかねなかった。 9月場所は、初日黒星ながらその後は白星を順調に積み重ね、このまま連続優勝すると思われたが、最悪の場合として、今度も昇進を見送られる可能性があった。しかし、14日目に、東富士が突然引退を申し出た。それを聞いた、栃木式もすぐに月日を死者に立てて引退しないように、説得したが、東富士の意思は変わらなかった。そして、 栃地式は千秋楽に吉葉山に勝利して14勝1敗、連続優勝を決め、場所後に第44代横綱に昇進した。新横綱場所の1955年1月場所は、初日にいきなり大登に小手投げで敗れ、金星初供給。昭和以降の横綱で昇進場所が黒星スタートだったのは栃地式が初だった。その後も4日目に、 若瀬川に打っちゃられるなど、平幕戦だけで3敗を喫し、10勝5敗に終わる。続く3月場所も初日に総津流に敗れた後、5日目まで、黒星と白星が交互する、いわゆる、抜け抜けの立ち上がりだったが、6日目から10連勝で、盛り返し、終わってみれば12勝3敗、13勝2敗で、優勝の千代名山、優勝同点の大内山に次ぐ3位の成績だった。 横綱三場所目となる五月場所は、初日から八連勝、九日目都立山に敗れたが、結局この一敗だけで十四勝、横綱として、初となる五回目の優勝を果たす。五回の優勝はこの時点で千代の山と並び、現役最多だったが、この直後の巡業中から体調を崩し続く九月場所は七日目から、初土俵以来初めての休場となる。この後の年弱は、 土俵生活で一番辛かった時期というほど衰弱が著しく、結局次の優勝、1957年9月まで、丸2年を要することになった。1958年後半は不調で引退も、囁かれたが、稽古不足で太った体を逆に活かして、成功法の相撲に変え、1959年3月場所で、奇跡と言われた、復活優勝を果たし、 その後は引退まで12勝を下回ることがない。昭和35年3月場所までの7場所間で95勝10敗、勝率9割0分5厘という脅威の成績を続ける。1959年に春日野が亡くなると前年に廃止されていた2枚観察が特例として認められ、春日野部屋を継承する。 1959年7月場所は優勝できなければ引退しようと考えた上で挑み、場所前から床山に中反りを断っていた。この場所では14日目に優勝を決めたものの、その晩に祝園に駆けつけようとした父親が交通事故死する悲運に見舞われた。しかし翌日の千秋楽に若の花を破って全勝優勝を決め、防府への手向けとした。千秋楽の取り組みでは、 左差し右を付けの鋭い出足で若の花を一気に寄り切った。この場所の優勝を決めた際、土地二はわしが相撲取りじゃなかったら、親父もこんなことにはならなかった。やっぱりわしが死なせたようなものと喜びはなかった。最後の優勝となった1960年1月場所では、この年からエールフランス航空が毎年、初場所の優勝力士をヨーロッパへ招待することになり、 土地二式は武蔵川と共に投した。1960年3月場所には若野花と史上初となる14戦全勝同士で千秋楽に対決したが敗れた。若野花との通算対戦成績は土地二式の19勝15敗。5月場所は初日からに連敗すると衰えてからやめるのは本意ではないという師匠の教えを忠実に守るかのように。 潔く引退を表明した。こうして、土地の若時代が終焉した直後には、白鵬時代に移り変わっており、その様子はちょうど世相が、安保闘争から高度経済成長へと移行した、タイミングと一致している。後年 NHK 解説委員会でも、この点について話題が上がっている。幕内数3513章は、当時の最多章記録だったが、 一年二ヶ月後の九百六十一年七月場所で若野花によって更新される。若野花とは九百五十一年五月場所の初対決からいきなり激しい攻防の大熱戦を演じ、この初対決は若野花の勝ち、以来次に熱戦、高勝負を演じ続けてきた。九百五十三年三月場所にはあまりの大勝負に土地錦の水引きが切れて、 曲げがほどけ、しばらくそのまま取り組みを続けたが動きが止まったところで、行事が待ったをかけ、土俵下で、とりあえずの曲げを言って、勝負再開、大熱戦の末に、土地二式が外掛けで勝った。土地の和歌の対戦となれば、水入りは当たり前、激しい技の打ち合いとしのぎ合いの連続は、監修だけでなく、当時日本に登場したテレビを通して、全国のファンを熱狂させた。 小さい体で太平肥満の力士たちをなぎ倒す二人の姿に、敗戦から復興に向けて立ち上がる日本の姿を、そして、自らを投影した人々は多かった。土俵狭しと目まぐるしく動き回る二人の攻防が、テレビ時代の到来にふさわしいものであったとも言える。この二人の対決と、それを取り巻くスータの個性的な力士たちの活躍により、相撲人気は一気に高まり、 今なお戦後最高と呼ばれる黄金時代となっていった。1950年代のこの黄金期を世に土地の若時代という。両者の対戦は1951年5月場所から1960年3月場所の40場所間で34回実現。土地式の一府戦勝を含むし、千秋楽において両者優勝圏内の対戦が5回、相星決戦が2回あった。 また、両者の相撲は水入りになることが多かった。千秋楽、ふとじは、千秋楽結びの一番を示す。引退後は、先代から引き継いだ土地の海、明良吉美を横綱へ、土地光正幸を大関まで育て、それ以外にも、数多くの関取を育てた。年寄り、春日野としては、力士とは、力の紳士と書く、 ただの相撲取りであってはいけないとの思想をもとにした厳しい指導を行った。他に審判部長、事業部長などを歴任し、審判部長としては1969年3月場所2日目、戸田と次郎、大砲後期戦、1972年1月場所8日目の高野花万北の富士勝明戦といった判定をめぐる歴史的な大事件に関わった。 1974年には武蔵川から日本相撲協会理事長職を継ぐ。しかし理事長となってからは、するなど、1990年代の若高人気に繋がる相撲人気の復興のための数々の改革を、大宝、鏡山、出羽の海、時津風などの若手親方を協会の養殖に寄与しながら推進し、現役時代を彷彿とさせる多彩な技と、 大きく素早い動きを見せて7期14年の長期安定政権を維持した。理事長就任当時は、教会内部で主流派、反主流派の派閥争いが展開されており、前日の短期政権と見られる原因となっていたが、派閥に関係なく、能力次第で教会の要職に登用するなどして、争い人生化し、すぐに理事長に一任しますと言われて表紙抜けするんだと、 本人が述べるほどスムーズな協会運営が可能となった。その後、糖尿病などの影響で一時は歩けなくなるほど体調が悪化するが、これを克服。1985年には落成したばかりの国技館で、梅雨払いに出羽の海、立ち持ちに双子山を従えて官暦土の表入りを披露し、また横綱、ハグ黒に対してもかなり理解ある立場を取っていた。 ことで知られており、総羽黒が横綱時代に起こした月人と脱走事件や、不祥事による廃業については、立浪の指導方針や部屋経営に問いがあるという主張を展開していた。1988年1月場所をもって、理事長職を双子山に譲って優退し、自らは相撲協会の相談役に就任した。翌1989年11月場所の、 初日直前に脳梗塞で倒れ、福岡市の病院へ緊急入院。その後も予断を許さない状況が続く中、翌1990年1月場所開催中の4日目だった、同年1月10日に脳梗塞のため64歳で死去、65歳の定年退職を迎える、わずか約1ヶ月前だった。現役時代のライバルだった、双子山理事長、当時は、 土地認式の不法に関する記者会見に臨むも言葉に、つまり、ちょっと席を外させてもらえるかなと数分間会見の席を立ち去った。その後会見場に戻ってからの双子山は、同様を抑えきれずに、昔の思い出が、キュッと込み上げて、気持ちを落ち着かせたいんだけど、と、大粒の涙を吹いつつ、共に土俵を盛り上げた最大のライバルの死を痛んだ。その日、日本相撲協会は、 木祷を行うことも検討したが、講師の区別に厳しかった個人の考えに基づき、葬儀を、教会葬で行う、以外の弔意を表す特別な行事は控えられた。没後の1990年12月25日、相撲界における多大な功績を称えられ、故郷、江戸川区南小岩にある JR 総武線、小岩駅の改札前に、横綱当時の土俵入りの姿をかたどった。 土地二式の銅像が建てられた。土地二式像は、現在も小岩駅のシンボルとして、待ち合わせ場所の目印になっている。また、相撲界としては初めて十四位、君二東随法相を追贈された。入門直後は、兄弟子の土地の峰などから押し相撲を教わったが、鳥的時代に、春日野の付き人になってからは、春日野の看板をしているときに、 回しの切り方や四十八手の難しそうな技を手取り足取り教わり、これが後の技巧につながった。中でも出し投げの技術は弟子たちにも伝えられた。平幕から三役にかけては、相撲の技はすべて使ったと言われる技しぶりを発揮した、その相撲ぶりを技の展開と評されたりもした。現在でも反り技など滅多に出ないものが決まり手の中に残されているのは最初に、 協会発表の公式の決まり手が制定された当時、土地二式が現役でいたからだと言われている。5場所連続で技能賞を受賞するなど、技能賞は土地二式のためにあるとまで言われた。その一方で、無駄な動きが多すぎるといった批判もあったが、横綱昇進の頃、1 0 6キログラムから見違えるように、体重も増え1 4 0キロにもなるほどになり、 無駄を排したより押し相撲中心の取り口に変わった。この頃のような相撲を取れた背景には新弟子時代に押し相撲を押し込まれたことがある。数との力士がその土俵人生でこれほど明らかに取り口が変化し、そして大成した例は少ない。大関から横綱にかけての相撲についての評価が高いが、当人は修正、体の小さいものでも努力次第であれだけ取れたと。 平幕自分の相撲の方を重視していた。後に、理事長となってから、新弟子検査の審査基準の撤廃に最後まで反対したが、小さいものが生き残るのは大変な世界だからという、言葉は実感であっただろう。相撲っぷりだけでなく、土俵上の立ち居振る舞いも、土地二式の人気の源であった。両の葉を食いしばり、気迫に満ちた仕切りを重ねるごとに、肌が種に染まっていき、 立ち合いの時には、足の親指が土俵にめり込むかのようにじりじりと腰を割り、一気に立ち上がるという土地二式の姿はファンを虜にした。その一方で、小兵のハンディをカバーするため早く立ち合おうとするあまり、両手をつかずに立ち上がるようになり、それが後年の力士の立ち合いの乱れにつながったと指摘する人は多い。彼が戦後の時代における相撲界の大功労者であることは、 間違いのない事実だが、立ち会いだけは唯一のお点であるとされ、土地儀山は滅多に土地式の相撲を批判することはなかったが、立ち会いについてはおろさないと損だと注意していたという。しかし師匠に敬服していた土地式もそれだけは譲らず、どんな先輩や指揮者の言うことも聞かなかったという。これについては、次女、土地式一代の中で、関分けまでは、 自分の呼吸で立てばよかったものが、大関横綱となると、相手の呼吸に合わせて立つことが求められるようになり、軽量ゆえに、一瞬の立ち遅れが致命的になるのでどうしても請求な立ち合いになって、しまったという趣旨の弁明をしている。現役時は、注意されてばかりだったが、理事長時代は逆に手を下ろすことを皆に進め、現在のように一般化させた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。